全国高校野球選手権、智弁学園6の3小松大谷、17日、3回戦。智弁学園、奈良、が小松大谷、石川、親ぶり3年ぶりの8強入りを決めた。大すげえ、大興奮の観客と来場した新庄監督。左腕、田下風が風が投手、3年、が高投。7回を2失点に抑え、 2試合連続となる2桁12三振を奪った。バッターから見たら止まると言われる、チェンジアップで三振の山を築いた。1回戦の鳥取城北戦で8回を投げ8個2回戦の県大高崎戦では9回で10個。3試合で3 3三振を奪った。打線は2対2で迎えた4回、無視2三塁から適質と内野ゴロで2点を勝ち越し。 5回には一支三塁から5番近藤大輝外野手。2年、の適時じ三塁だとスクイズで2点を加えた。小松大谷の快進撃が止まった。石川大会決勝で選抜4強の星量を破り甲子園へ。甲子園では1回戦で九州の強豪、明豊を破り初勝利。2回戦では V 候補の大阪桐蔭を撃破した。 2回に一度は逆転したが守備の乱れも絡みリードを許した。大阪桐蔭をマダックス、100球未満、で完封したエース西川大地、3年、お7回途中で投入も流れを変えられず、初のベスト8を逃した。